皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは自分の言葉で伝えようというテーマについてお話をしたいと思います。ウェブサイトを見てるとですね、ご本人の性格とか特に私が理解している場合なんですけれども、この人こういう言葉を使うかなとか、あとこんな普通になんかこうね、その自分の職業をやっていてこの言葉になるかなっていうような言葉でホームページが語られている時っていうのは非常に違和感があってですね、違和感があるってことは集客ができないか、場合によってもうちょっとひどいのがですね、自分がターゲットにしてないタイプの人が集まっちゃう。だからあまり良くないことになりますね。お互いにとって不幸なので、そういう事態を引き起こすこともできちゃうのが良くも悪くもホームページの力だったりするんですよね。で、自分の言葉で書かない時どういう話がそういうケースが多いかっていうと、やはりウェブサイトっていうのは人によってはハードルも高いし、それをやる時間がないからやっぱり業者さんに頼むっていう方が多いんですよね。私のところにも業者さんに頼んで、全ての業者さんが悪いって言ってるわけじゃないんですよ。だいたい1サイト30万から50万が相場ですね、ホームページの方は。で、業者さん、ホームページ業者さんっていうのはホームページを作ることはプロなんですよ。だけれどもコンテンツを作るのがプロかって言われると、コンサルタント型のホームページ作成業者さんでない限りはそこはやらないですね。通常はそのコンテンツといわれる、いわゆる中身の構成ですね、どういうメニューがあってそれを伝えるにはどういう言葉がよくてとか、あとプロフィールとかもそうですし、お客様の声を集めるとかそういうのもそうなんですけども、その範疇っていうのはやはり自分が中心になって核になって動かないとホームページが熱を帯びたものっていうか自分らしい分身にはやはり全然なっていかないですよね。だから確かに作成業者さんにお願いするっていうのは、デザイン上は、バナーといわれるそういう何かね、こうやっていくものとか、確かに画像加工が苦手な人にとっては非常に嬉しいしありがたいことなのかもしれないんですけれども、実は自分でやるのとそれを組むのってそんなに手間変わんないんですよね。そんなに手間変わんないっつっちゃあれなのかもしれないですけど、結局30万円かかってやるっていうところの その価値っていうのが、コーディングって呼ばれるそのホームページがこういうふうに見せたくて、こういう動きをしてほしい、バナーはこういうふうにおしゃれにしてほしいとか、自分の領域でちょっと難しいプロの領域でやってほしいところが多数ある場合には元取れるかなっていう感じなんですけど、そうでない限りは、例えば作ってもらった、でもそこはいじっちゃいけないって言われてるから更新したいのにできないとか、ここは変えたいけど崩れるから触らないでほしいとか言われてって言って、結局ホームページって動きがあるもの、生きてるものなので、あまりこう自分が手出しをできないところが増えてしまうと、更新ができないんですよね。そうすると結局動きがないから、お客さんにとっても新鮮なものを届けることができないし、いい情報を、ね、届けるっていうことがしづらくなるページとかも多いのも事実なんですよね。だから私が推奨しているのはやはり自分で更新できる状態を作るような、ホームページを最初は持って、でその仕組みを理解して中身ができるようになったら、例えば原稿を、外注さん、ホームページ作成業者さんとかに渡して、コーディングって言われるものをやってもらったりとかっていう作り方がベストかなっていうふうに思っているので、いきなり自分が伝えたいこともわからない状態で最初にバーンとお願いしてしまうと、あちらがね作る、だからその業界に得意じゃない方でも当然作っていくことになりますので、そういう方々は何をしてるかっていうと、競合他社といわれる同業者のホームページを見て、その中から、ここのあたり言っとけばとりあえずちょっとは変わって見えるかなぐらいの感じで作るケースとかも結構多かったりするんですよね。
そうすると結局それが自分らしさとかが出ない状態でページが作られてしまうと、自分が本当に意図する欲しい生徒さんお客様と、ホームページの内容が乖離しちゃうことになっちゃうんですよね。でこれのちょっと最悪なケースっていうのが、まあ解約っていう方ですね。だからホームページを変えてお客さんが例えば、安さにこだわっちゃう人とかを集めちゃったがためにちょっと文句言われるようになったりとか、欠勤じゃないや欠席というか、ドタキャンをするような人とかって、これって本当に怖いことで、ホームページの見せ方で、お客さんの層がカラッと変わってしまうので、ここは業者さんの言いなりではなく、やはり要注意な部分で、自分も理解してちゃんと進めていくっていうやり方をしないとですね、危険な感じなんです。だからお金をかけて払ったからいいものができるっていうわけでもないし、あと逆にホームページを作ったからって必ず集客できるわけでもないというか、むしろ私はそれだけではやはり難しいと思っていて、その業者さんも当然 SEO と呼ばれるキーワードをこう入れ込んだりとかっていうのは理解していて、そういうのもまあイメージした状態で文章は作ってくれるはずなんですけれども、ご本人がやっているほど当たり前ですけど熱量がないんですよね。だから私が業者さんに頼む場合っていうのは、基本設計は全部自分で作って、文章も全部自分で書いて、写真もここにこれをっていうことで全部渡すので、本当にフレームをきれいに作ってもらうっていうのがまあ主軸になるお願いの仕方ですね、やるときには。だから全員が別にそれをできるとは思ってないんですけれども、極端な話、そのデザイン上がねものすごく綺麗じゃなくても、伝わるようにきちんと書けているのであれば集客とかってできたりするんですよね。だからそのあたりが、まあ、なかなかね初めてホームページ持とうかなっていうと、やっぱ業者さんに頼んじゃおうっていう方が多いから、まあそのあたりがねハマっちゃう一つの要因だと思うんですけれども、私は私自身もそうだし、ホームページやっぱり自分である程度は作ってよかったなっていうふうに思っていて、修正が楽ですからね。まあお客様の声もらったって言ったらそれを反映させるっていうのもすごく簡単ですし、それができる環境にあるっていうのは小の頃はものすごく勉強になるので、やはりいいかなっていうふうに思うんですよね。だから伝えることっていうのが、そのお客様ご本人なのかホームページ作成業者さんなのかは別として、これは非常に大事な力になってくるので、まあ怠けずにですね、文章が苦手だからといって諦めずに、どうやったら伝わるのかっていうのは考えながら動いていっていただけるといいかなというふうに思います。それでは。